はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。今日はこちらですね、寝室の窓、ここにつけるカーテン、ロールスクリーン、また他にもどれをつけるのが一番良いのか、実際ここの部屋で見てみたいと思います。この小窓についているもの、これは何でしょうか。はい、こちらですね。すっきりですよね。窓枠の中に収まっているので非常にすっきりです。これをよっと手でササササササッと下ろすと、はい、こうなります。完全遮光ですね。プリーツスクリーンです。片手でこうササササッとできるので非常に使い勝手もいいですね。ではここの吐き出し窓、ここにはどのようなものをつけているのか、実際に作動させてみたいと思います。はい、これで遮光になりました。外からは完全に見えないです。さらにはい、これがレース、カーテンでいうレースの状態ですね。このように途中で止めることもできます。この辺でとかね、結構応用できるんで、カーテンとかみたいに巻き上げも全部このチェーン1本です、ね、もちろんこう途中で止めることもできます。はい、一番いいのはここで収納した時にすっきり見えるところ、ここですね。このチェーンを1回引きます。そうすると自動で、はい、下がりました。隙間もないので外からの光も入りませんよね。こう途中で止めることもできます。これがレースの状態ですね。光はうっすら入ってくる。これね、寝室とかには本当におすすめですね。では今日中なんですけど、実際に暗くしてみたいと思います。はい、これだけでもね十分落ち着きある空間になりました。で、照明を切ってみます。はい。昼間、今日中明るい時間でもこんな感じに。はい。ということで今日はこちらですね。寝室にはこれおすすめ。プリーツスクリーン。開けた時にすごくカーテンと違ってすっきり見えるんですね。ダブルになってるんでレースもついてるっていうのが一番いいと思います。こんな感じで本当にチェーンを引くと、ね、これおすすめですよ。どうなってるのかというとね、こうなってるんですね。本当にもうレースです。柄もいろいろ選べます。上はこういった感じで収まってますね。一番下まで下ろすと、はい、こうなってるんです。下も完全にこう隙間がないようになってるんで、カーテンとかよりも断熱性は高いですね。隙間もこれだけです。こちら実際上げていくと、こっちか、こうですね。やっぱり窓周りがかなりねすっきりするんで、カーテンだとどうしてもこう左右に寄っちゃうじゃないですか。それがないんで、窓を開けた時も開放感が全然違うんですね、室内から見た時。ということで、窓周り、カーテンにするのか、ロールスクリーンにするのか、プリーツスクリーンにするのか、これは部屋の用途で合わせればいいと思います。また壁紙に合わせて色など柄などいろいろ選べるので非常におすすめです。